どうも、チェイホーゲームズです。本日はですね、こちらのガラルフリーザ使っていきたいんですけども、こちらのフリーザはですね、役割としましては、ランドロスでピンポイント1点読みです。でそして、こちらのビビリ玉と特製のこの勝ち気、これを活かして、場に出た瞬間に C がぐーんと上がって、S も1段階上がると。で、3盾を最初からもかましていくと、そういった方でやっていきたいと思っております。で、さらに、ランドロスを呼ぶために、このように、ステロを巻きたくて巻きたくて仕方ないパーティーにしてあります。ということでですね、このステロを巻きたくて巻きたくて仕方なくなるようなパーティーで、ステロランドを誘って、それをフリーザーでしっかりと絡め取って3立てしていくという感じでやっていきましょう。いや、環境が変わってこちらのね、ランクバトルの最初のタイトルの部分もめちゃめちゃかっこよくなっております。皆さんぜひ今期もランクバトルに参加くださいということで、いやー、ワクワクするわ。新しい環境、初のマッチです。さあ、シュンさんお願いしますということでですね、お相手がカイリュウ、ランドロス、ヒードラ、ウーラオス、羽ばたく、神、鉄の包みでいくですね。ちょっと2番目にランドロスがいるぞ。これはもうステロ巻きたくて巻きたくて仕方ないんじゃないかということで、初手はフリーザーで行かせていただきます。で、裏は、愛ってちょっと物理ポケモン、まあ、結構多い気がするよな、下の2体が。だから、物理ポケモンを受けれる HB ブリ耐久ウーラオス。裏はウーラオスということですね。で、そして最後の1体にサンダー、空振り保険サンダーを添えましてやっていきまーしょう。いやー、もうパルディアのランクマッチやのに、俺のパーティーきつー、ランドロスきていきなり決まんちゃうこれ。さあ、まず、フリーザーとランドスが対面していい角で攻撃下がりつつも、勝ちきる C が上がり、持ち物を発動して、S が上がりだ、いきなり来たー。フリーザーもうこのような形になっております。もう初手からこんな感じで、もう2段階上がっちゃってるんで、こっちたらじゃあこの専用技、いてつく視線から行かせていただきます。持っていけー、はいーしゃー、やばいやばい。これ、今回めちゃめちゃ強い、これ。多分、フリーザ流行るんじゃない？だって、ランド絶対増えると思ったもん。ランド、ヒードラン、クレセリアとか絶対めっちゃ増えんやろ？そんなところにしっかりと芝居でいくこのフリーザです。さあ、次、鉄の包みが来ると、ブーストエナジーかな。いやー、ブーストエナジーか。で、S かな？いや、そうよねー。くそー。いや、こいつな、テラスも地面にしてあって、一応技範囲的に、剥がれタイプがきついから地面にして、かつ電気弱点も透かせる地面にしたんやけど、氷タイプだけが唯一きついよねー、ということで、ただ、このフリーザーの体型ならば、一発与えてくれるんじゃないかな、ということで、いてつく視線で、身代わりから来ると。なるほど。いや、全然ありがたいよ。こっちとしましては、しっかりいてつく視線をずっと打ち続けるだけなんで、はい。変えてくると思ったんかな。ただまあここでしっかりとフリーズなら一発与えてくれると信じています。さあフリーザー、次は相手打ってくるぞ、技を。さあ耐えろ、おっしゃ、ほら山頂をなめるな。剣盾自体俺はどれだけ山頂たちに嫌な目を浴びせられたか。さあもう2体持っていったよ、やばい。最初の試合がいきなり3盾で終わってしまう、この環境。半端ないぞ。さあ、ヒードランが来て、で、うわ、ここ相手テラスタルかな。一応、だから、鋼がほんまきついから、この技範囲さ、ほら。だから地面テラスにしてんのよ。これ、いっちゃっていいんじゃない？だって、相手もさ、スコートエスパーに対してさ、耐性があるから今、切りにくいやろ、テラス。ゴーさんが選ばれました、耐性ありがとうございました、えぐいー、はい。さあ、お待ちしました。カズニャンさんお願いしますということですね。お相手、ウーラオス、ランドロス、ボルトロス、ヒードラ、ヌメルオン、羽ばたく神というね、羽ばたく神以外も完全新参者たちのパーティーとなっていますが、いやーもうこっち、うちのパーティーだからもう、ランドのステロ誘ってんじゃん、絶対ランド来んじゃんということで、もうこのビビリ玉フリーザー初手、ぶん投げていきたいと思います。で、裏にじゃあサンダーと羽ばたく神がもうきつすぎるんよな、このパーティー。羽ばたく神がガチできつすぎるから、ここは北海道でしっかりと受けていこう。
ただそれにしてもきつすぎるからやっぱりサンダーで抜くしかないということで羽ばたく神がいた。オッケー来たー来ちゃったねーランドちゃんさあ威嚇しちゃったねー。そんなことしたらこっち切れドッグコが上がってあビビリ玉で SY 様上がっちゃったねー。もうこのフリーザどうやって止めるのかな。まずは裏を見た感じ、まあ、ウーラオスはもう後からエアスラッシュしたらどうとでもなるんで、いてつく視線からうんばいちゃっていいんじゃないということで、お、お相手しょってテラス、いや悪いがエスパーテラスを透かすようなテラスじゃない限りは浮かんねえぜ。はい飛行テラス残念だったね。それで耐えると思っちゃってるのかい。いてつく視線、もうお前威嚇しちゃったら終わりなんだって。ほらよテラスタルも失い、ランドも失い、絶望なんじゃないでしょうか。さあこの美しいフォルムよ、もうつつましい、ほらもう手をしっかりと前に舞妓さんのようにね組んで、おっとここは不意打ち持ってそうな一撃ウーラオスが来たから、しっかりとテラスタルを釣って、もし不意打ちやったとしても一発耐えつつエアスラッシュ入れます。はい、そして相手がハチマキであったとしてもよ、まあ、ハチマキで不意打ち打つことまあめったにないと思うけど、ハチマキであったとしてもガナル含め原種も含めこの山頂は耐久が高いで有名ですからね。エアスラッシュ、はい持っていくさあしかもねこれ地面テラス来たことによってヒードランとかあのヌメルゴンとかでも勝てるんですよ。鋼ティラスを、ほら、ヌメルロン来た！鋼ティラスに対してだけ打点がない、この、ガラルフリーザーの弱点を補う、この魂のテラバースト。コウさんが選ばれました！対戦、ありがとうございました！さあ、待ちしました。最前、インさんお願いします。お相手、パオジアン、モロバレル、ウーラオス、ランドロス、そして、鉄のワダチ、ジバコイルというパーティーですね。いやー、ここはね、もう初手にランドロスが来る匂いがもうプン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 してますね。ということで、初手にビビリ玉フリーザー行っちゃっていいんじゃないでしょうか。で、裏に待っているのが、まあ、しっかりと物理、パオジとか、それこそウーラオス対面とか、ワダチ、そしてジバコイルス。まあ、ジバコイルちょっときついけど、まあ、3体 A 受けれる HB ウーラオス。その相性補完をする北海道。この3体でやっていきましょう。さあ、お相手初手は、ジーバババババババーのジーバコイルから来ると、なるほど。いやー、読みが外れましたね。まあいいでしょう。それでも活躍できるのが、このフリーズのいいところなんですからね。ということで、いっちゃっていいんじゃないこれ。ジメンティナバースと初手からいっちゃって、いいんじゃないということで、ボーン絶望のジメンティナスジーバババババコイルをここで4枚弱点ついて、はい持っていく。これジバコイルが一番重かったからこれで持っていけるのがすごくありがたい。でこのフリーザーなんで地面テラスにしてるかっていうと、まず相手鋼タイプが来たらこっちに打点がないからしっかりと弱点を作る地面テラスプラス、あいつですね、あの電気技系が来た時にしっかりと弱点を透かせるという意味では地面テラスがやっぱりおすすめですね。ここさ、こんな怪しいことある？テラス切ってくる気がするんよな、ここ。こんなこと、ある？ほんまに受かると思ってきてんのか、お前。うわエアスラとかいてつく視線打ちたいが、ここは冷静になってキノコの方針とかリーフストーム読みで直帰、雪の王に変えていきます。さあ、行け。雪の王。雪が降り始める。して。はい、キノコの星を透かしていく。テラス切らへんや。受けれると思ってないな。しかも、お相手の裏的に、もうジバコイルがおらんから、吹雪の通りがめっちゃいい。で、ウーラオスかパオジアン来た時も、しっかりタスキを壊せるという線ではめちゃめちゃいいから、この必中の吹雪をぶちかましていく。吹雪！さあ、モロバレルに対してここまで、大凍っていくこれがポケモンだ！文句は言わせねえ。さあ、そして、もう相手降参やろ？もう降参しとけよ。これ以上見苦しいぜ！
あがくのはよ。だってパオジが来ても何が来てもこの HB ウーラオスで受けることもできるからな。ということで、まあ、裏、もう変えてこいと思うんやけどな。変えてこうへんと思うんやけど、裏を見た感じで言うと、まあ、ちょっと水ウーラオスとかやった時のためにギガドレインの方が通りが、あ、でもギガドレインやったら落とせへんからやっぱり不滅吸ってくれ。さ、この、コンボで2体を持っていくと、でも対面性能がめちゃめちゃ高いですね、この2体は。そして最後に待っているわ。ランドやったー。この威嚇をほんまは、このフリーザーで食らいたかったんやけども、まあこっちもあの HB ウーラオスがいるんで勝ちです。そして相手はおそらくここでテラスタルを切ってくるので、ということで、テラスタル読みの、ギガドレインから行かせていただきましょうか。はい、ギガドレ。まあ飛行テラスとかじゃない限りはね、ギガドレ打ってよかったという結果になると、思いますよ。はい、フェアリーテラス。とは言っても仕方ねえ。さあテラバーストをまず打ってくると、ただ雪が降ってるんでこの体型ですね、防御が 1.5 倍になってるんですよ。でここでギガドレインを打ったことによって今110ダメージぐらい入ったんやけど、超乱数ですね。ワンチャン一発耐えます。そして雪の王と俺の絆なら確定で一発耐えます。雪のお前もこの船降りろと言いつつ、まあしっかりとよくやったので、まあ狙撃キングになって狙撃の王になって帰ってきてもええぞということでですね、まあフリーザーから入りましょうか。まあこのガラルでもね、あの元の原種の山頂でもね、サンダーフリーザファイヤーは耐久が高くて有名ですから絶対に一発を耐えてくれます。そしてぶち込むはいてつく視線、ましてやこっちの方が早かった。バイバーイ、対戦ありがとうございました。ドゥー、さあ待ち伏せました、黒崎さんお願いしますということで、ランドロス、ヒードラ、サンダー、そしてガチグマ、ウーラ、オスパオジアンということで、おっとやだやだ、うちのパーティーはもうステロ誘ってんじゃんと言わんばかりのパーティーなので、これはもう初手にランドが来ます。そこに打ち込んでいくはこのフリーザーなんですよね。そしてヒードラとサンダーが物理なので全てを受けられるウーラオス、そして最後は剣盾の悪夢サンダーという地獄の布陣でやっていきましょう。さあお相手はサンダーか。まあさすがにランド警戒されるよな。でもな、俺絶対裏にはランドがいると思うよ。だからこのフリーザーはもうしっかりと温存したい俺はと思うじゃん。これいきなり地面テラつって抜群すかしていてつく視線もありやと思ってるんだよな俺。ちょっと神読みいっちゃっていいですか。しかもこのフリーザーはしっかりと、まあ、純速のマックス打ってるんで、サンダーがもう最速じゃない限りはまあ同速勝負が上取れると思うんで、ここもいっちゃいます初手から。いけーサンダー、地面ティラスは。そして上取られてて、まああのいてつくして2発で持っていけへん時だけ裏に変えてどうにかして、まあ、残しておくと。で威嚇を食らう、そんなサンダーはまだずっと立てておきます。さあ、オッケー、上取ってる。で、2発で持っていきます。サンダーぐらい。直球とかじゃなければ。はい、ちょうど味覚ですね。はい、放熱化していく。読みが外れたな。まあ、一発ぐらい食らっても。ほらー来たー、一発ぐらい食らってもさ、このフリーザ耐えるから、パオジアンが来ると、タスキ壊れちゃうぜ。さあ、パオジに対して打ち込んでいくわ。エアスラッシュ。さあ半分入っていく。そしてこのパオジに対して受け出しできるのはこのオーボン HB ムッパウーラオスなんですよね。さあフリーザー戻れ。さあパルディアか、うん、どっか知らんけど、そんな地方のエースアタッカー関係ないね。さあまずは避けていく、かわせウーラオスということですね。さあ時代は結局はね、ガラルが一番優秀だってことを、見せつけてやるよ。まずはここお相手引いてくる気がしているので、いや待てよ、剣か剣か引くか、聖なる剣か引くか、どっちや。聖なる剣ならここはドレパンなんやで、引くなら身代わりなんや。
どっちだということでですね、お相手はここは、つけ、はい、来て、読みが当たっていく。さあサンダーが繰り出されていくと、そしてこっちたら身代わり、残念だったね。ということで暗黒兄弟、いやさすがに A に振ってないんですよね、このウラオス。とはいえしっかりとダメージは入っていきます。まず熱風から来ると、これは多分壊れますね、急所なんで。でそもそもウラオス D がめちゃめちゃ低いんで、これは壊れます。ただそこに対してぶち込んでいくわ、暗黒兄弟。うん、まあまあまあ A に振ってないからこれは仕方ない、ゴツめね。でも HB 三段にこんだけ入れれば、十分だと俺は考えておりまして、ここは逆に次ウーラオスを残さないとちょっとパオジに勝てないんで、サンダーに変えていきます。さあ戻れウーラオス。そして繰り出すサンダータイム、剣盾で1億5000万回見たこのサンダータイム、羽休めを打ってくると。なるほどね。ただの HB っていうことが割れてるんで、このサンダーで打ち勝てます。なぜならこの電磁風を打つことによって、まあ相手にまずは抜かれてると。でここでしっかりとあの外せ、うわ焼ける、今日焼ける、よく焼けるこのサンダー、外せ、よし。さあ外すことによって、まあ初手大魔Aサンダーの再現ですね、 S が2段階上がっていくと。さあ次はこっちが上から打てるんやけども、ここはね様子見の電磁砲はちょっと外すのが怖いんで、様子見の放電でもありやとは思うんやけども、 HC にぶっぱしてるんやなこれ。たださっきガラルフリーザーのタイプ1の、威力90の技が半分ジャストやったから、放電では、半分入らないと羽休めで受け切れられてしまうから、結局はここ電磁砲当てていくしかないってことですね。外していくー、やばいねー、うわ相手放電やった。ただ H にしっかり振ってます。うわただやけどで2角入れられてる、これは大ピンチだが、ここはしっかりと次放電にするわ。最初からしとけって、まあ、話なんやけども、お相手が羽休めを打ってたらやばかったっていうね。よしよし、放電や、オッケーオッケーオッケー、これならオッケーです。なぜなら、フリーザーの範囲内に入っているからですね。さあ頑張れフリーザー。まずはここは凍てつく視線を浴びせていく、引っ込めてくるに、あ待ってパウジやったらやばい、エアスラ打てよ俺。あーヒードランや、よかったー、ヒードランだった、よかったー。これヒードランをこのゴキブリを冷凍凍結しろ。そして結構入ってる、急所かやっぱりな、ダメ感的に。おい凍らしていく、これだからポケモンはやめられない。ここさ相手テラス切ってくるような気がしてんのよな俺。だってさ地面テラス見てフリーザーの、あでもテラバースト内読みかな、言っとけよぶちかますよお前。あやっぱ切ってくるか、でも氷なんてもうそうそう溶けるもんじゃないからな。なんか火炎車とか覚えてたら別やけど、マグマストームって別にそんな確定時計の技じゃないっしょ。テラスってたら、あ、凍ってたら動かへんねん。はい、凍ってしまって動かない。いい。待って、上取られてんの？ヒードなんてそんな速かったっけ？はい、テラバース。ティーング、はい。これさ、もうここさ、エアスラが一貫しちゃってるくない？それ切っちゃったら。はい。凍ってしまって動かない、残念でした。ということで、はい、エアスラッシュ。まあ、裏にランドロスがおらんくても、こうやってフリーザー活躍できるんですよ。さあ、ヒードランは倒れていく。さあ、こっからが勝負や、ポケモンの醍醐味です。ここで相手はパオジから入ってくるんよ。この読み合いを制するかどうかで、勝利が決まってくる。ここで相手が、スララなら、まあ、多分変えた方がいいよ。なぜなら、このウラオス、オモモマン残ってるから。ただ、聖なる剣が飛んできた時だけが、俺の負け筋ではある。ただな、俺これな、普通にな。
つらら耐えると思うな、こいつ。で、じゃあ何がまずいって、サンダー対面でフリーザーが残ってないことがまずい。だから、まあ最悪読みは外しても、ウーラオスバックで、剣舞がちょっと嫌かも。剣舞がちょっと嫌かも。パオジアンさん、そこどうにかなりませんか。はい、つらら落とし。え、嘘、待って。そんな耐えれません、そんな耐えれませんか。ちょっとハチマキ臭ない。え、多分ハチマキっすね、これ。ってなってくるとちょっとまずいっすね。不意打ち持ちやと思ってるかな、ワンちゃん。変な読みしてくれたら嬉しいね。スララかー。いやこれ絶対ハチマキやと思うねんな。だって HB やで、うち。いやー、ハチマキなら大変かな。普通のツララは耐えるんよ、このフリーザ、絶対に。絶対に一発耐える調整になってるんですけども、これはピンチだね。いやー、エアスラッシュ。耐えろ、フリーザー。頼む。はい、これハチマキです。申し訳ございませんでした。